皆さんこんにちは。殺戮の天使やっていきましょう。ずっとねやろうと思ってた期待の作品なんですけども、なかなかやる機会を逃していたので、ようやっと手をつけられます。懐かしいな。ニコニコゲームマガジンの PV がありまして、それでね俺がナレーションをやってたんですけども、一回その時にこの殺戮の天使についても言ってたな。最高ホラーアドベンチャー、殺戮の天使、霧雨の降る森作者の新作で、なんかすごいぜ、めっちゃいいぜ、みたいな。ごめん、そんな適当じゃなかったけども。ということで、最高ホラーアドベンチャー、殺戮の天使、やっていきましょう。ということで、霊かわいい。もう霊とか言っちゃったけど。ストーリーに関してはね、ほとんど知らないんですよ。うっすら、キャラクターを知ってる程度で。ん?青い、満月。夜?ここは?私は確か病院に来ていて、そうだ、ここは診察室だったような。とにかく早くお父さんとお母さんのところへ行こう。あとね、知ってる要素一つあった。カマドン、レイチェル・ガードナー、かわいい。13歳だけかな。持ち物記録、ポシェ、裁縫道具がある。裁縫道具でうるさいあいつの口をくんじばる。ん?ここは私の知ってる病院じゃない。ダッシュ、お、ダッシュできる。ダッシュダッシュダッシュ。キックエンドダッシュできるか?壁に何か書いてある。君は一体誰で何者か。私はカーダでゲーム実況者です。自身で確かめてみるべきである。本来の姿か、望む姿か。天使か、生贄か。己を知れば、門は開かれる。ん?ちなみにこの殺伝はね、全4話構成なんですよね。ニコニコゲームマガジンが、そういう、なんだろう、毎月更新という形を取ってたやつで、そのうちの一つの作品でしてね。カードを取り出すことはできない。電源をついてない。パーソナルコンピューター。監視カメラ。鏡のようだが姿が映らない。マジックミラー号かな?お、映るじゃん。鏡に自分の姿が映っている。いつもの私。カチャン。お、開いたか。違う。パソコンがついた。この壁紙は、Windows XP かな?違うかな ?7 だっけかな?このグリーンバックって。パソコンの電源が自動的につき、プログラムのようなものが動き出している。情報画面を開いています。お、勝手に動いてる。遠隔操作か。データを記入をします。質問にお答えください。あなたの名前はカーダです。レイ、レイチェル、ガードナー。年齢は13。これあれか、アダルトなビデオの最初みたいに、初体験はいつですかとか聞いてくるのか。ちょっとそういうインタビューシーンやめてください。まあ、ああいうビデオにとってはインタビューシーンすごく大事ですけども、13歳ですよ。考えてくださいね。あ、すいません。違いますね。なぜここにいるのですか?病院に来ていて、気がついたらここに。なぜ?ん?なぜ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 病院に?この質問中め。人が死ぬところ、殺されるところを見たから。目の前で。あれか、そのショックで、精神ダメージを負って、お、やっぱり。だから、カウンセリングに連れてこられた。今後どうしたいですか?そうですね、今後はですね、私、チャンネル活動を進めていくにあたり、やはりですね、そういう会員の方々に楽しんでいただけるコンテンツを進めていこうと思います。まあ、もちろんね、会員以外の普段の活動も、充実させていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。ここから出たい。お父さんとお母さんに会いたい。記入終了。プレイスタート用のカードキーを配布します。出てきた。預金、ニコニコ住民票。中からカードが出ている。これを使えばここから出られるかな。でもプレイスタート用って何のことだろう。そろそろセーブかな。ホラーゲームにおいてやっぱセーブってのは大事だからな。あとセーブ箇所が何箇所できるか、それも大事。お、これは期待できる。おー、すごい。おー、これは盤石40個、素晴らしいここかな。よし、カードキーを差し込む。特定の場所でメニューから持ち物を選択すると使用できる場合があります。
使用式かカードキーを差し込んだ。インサート。これね、その毎月更新だったけども、もうすでに全話公開されているんで、まあ、いつでもね全話やることできるんですけども、あれだろうね、リアルタイムにやってた人は、あ、次の更新いつかな、まだかなってすごくワクワクドキドキしながらプレイしてたんだろうな。このエレベーター、上の階へのボタンしかない。おかしい、私がいたのはこんな地下じゃない。カンコンカン。最下層の彼女は生贄となりました。皆様各フロアにてご準備を。ここから先はプレイエリア、ゲートが開かれます。このカン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 ってのが、普通さカンコンカンコンがさ、こういう鐘って多いけど、逆にすることによりこういうホラーを、不安感を煽ってるね。今の放送何のこと。上の階へ行くエレベーター、乗るしかねえぜ、乗るしかねえぜ、このビッグウェーブに、ビッグエレベーターに乗るしかねえぜ。上にしか参りません。フロア B6 地下6階、ゴミ捨て場かな。エレベーター止まっちゃった。ここ建物の中変な感じ。道路があるね。とにかく出口はどこだろう。ゴミにハエがたかってる。う今不意に渡っちゃったけど、車とか来なくてよかった。おっ、なんだコロンって音が。早く行こう。張り紙破かれていて読めない。しかしこっちは読めるかな。コッコ、本当に見覚えのない場所だ。私なんでこんなところに。新聞が貼ってあるけど、何かここのことが分かること書いてあるかな。寸分数、見境のない殺人。ほにゃららにゃ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 。道路で男性の遺体が発見された。そのあれかな、道路を模してるのかな。このフロア遺体には鋭い刃物で切りつけられたような傷が大きく残っており、殺人事件として捜査中。つまりその切りつけ役が襲ってくるかな。先月からこの州では似たような方法の殺人事件が続いている。被害者に関わりや共通点を見られないため、近くの住民には注意が必要である。殺人事件の記事か。あら怖い。裏路地みたいなところ入るのは少し怖いな。ああ怖い怖い、戸詰まりしとこう。なんて書いてある。レイム。こっち行けるかな。入りません。あ、ダッシュしないと。なんで俺ダッシュついつい忘れるんだ。何を見た。血。何を発見したんだい、レイチェルガードナー。ここは建物の地下なのに。地下なのに。道路の奥に赤いシミが見える。あれは本物。裏路地は入れない。どっちだ、いろいろ進めるところがあるぞ。お、通れた。三角パイロン、スコップ。ああダメか、スコップがあればゾンビが出てきても太刀打ちできるのに。入れない。としたらこっちですな。早い早い早いぞレイチェル。レイチェルランナー。何、非常口のマーク、横にエレベーター通路って書いてあるな。この中にエレベーターがあるのかな。でも開かない。ん、鍵穴もない。どうやって開けるんだろう。腕力かな。この扉を開ける方法を探さないと。入っていないところを探してみようかな。え、どこだ。これ一通り調べちゃってないか。裏路地かな。この辺りは調べられない。あ、路地行けた。勇気を出して怖い路地を進む。何かあったらロッカーの中に隠れるか。打ち付けられていて、ここを破壊して進むってわけじゃないのかな。マットレス、寝れるな。瓶、火炎瓶作ろう。あら、何もない。じゃあもう一つの路地裏行ってみようか。ここはなんだ。裏路地の殺人、新聞か。またもや遺体が発見された。町の裏路地にて近所の住民が発見。10代の少年と見られるが身元は不明。遺体には大きな切り傷があり、連続殺人として捜査が進められている。あ、怖い怖い、連続殺人。赤黒い何かが飛び散った跡がある。お、光ってる。鍵じゃないか。鉄臭い。血ですな。鍵、どこかのドアの鍵。鍵穴がなかったからそれ以外の右下の方かな。ここにはフロアごとに似つかわしい者たちがいる。
そのものは自分のフロア以外からは出ていけない規則がある。そのフロアのものに殺されたくなければ別のフロアへと上がるほかない。やっぱそういう系か。逃げるのかな。もしてるんだろうな、その殺人があったところで。そろそろ出たら襲われるんじゃないか。まだかな。鍵をゲットした。さあこれで進めるぞってあたりで何かに襲われるってのはね、常套手段ですからね。あ、しまった。そうか、使うのか。そして俺はセーブもする。上の方は違ったのかな。お、ここもだいぶありそうだね。連続殺人鬼の工場でジョン・スミシーの遺体が発見された。切り傷からこの街を騒がしている連続殺人鬼の仕業と見られている。この工場で働いていたジョン・スミシーは勤勉で真面目な好青年であった。事件が起こったのは明日新車が届くと嬉しそうに同僚に語っていた翌日のことである。脈絡のない殺人は街を恐怖に陥れている。ここはビルの中だよね。従業員の制服。こういうところに何かいいアイテムがあったりしないか。メーター。隣の部屋。お、光ってるものがある。あれかな、光ってるもの以外とかは調べても特にないかな。大きな箱の中にはスナック菓子が一つだけ残されていた。お、回復アイテム。こんなに大きな箱なのにもう空っぽで何も入ってない。私くらいならこの中にすっぽり入れそうだな。つまりあれか、隠れるのか。なんか襲ってきたらダメか。そろそろ襲われるんじゃないか。俺の勘が、第六感が働いてるぜ。水は出ない。早く出たい。何かの薬剤。もう出ちゃっていいのかな。そしたらフラグ立つのかな。スナック菓子とこっち側。あ、鍵はもうない。何のお菓子かな。お腹は空いてないけど気になる。あ、まだフラグ立て終わってないとこあんのかな。どこだどこだ。スナック手に入れた。鍵はもうない。あ、ようやく見つけた。天井にある穴の中で小鳥が鳴いている。小鳥ちゅん。だいぶさまよったぜこのフロア。食べ物をあげたら寄ってくるかな。ここであれか、スナック菓子。ほーれ、カールだよ。これ食べるかな。袋を開けた。チュン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 。食わせろ食わせろ。チュン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 。はむはむはむ。怪我をしてる。片方の翼が血まみれだ。ほら、これ食べられる。チュン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 。はむはむはむ。うめえす、これめっちゃうめえす。よかった、全部食べてもいいんだよ。賞味期限切れてるだろうし。かわいいな。食べただけじゃまだ飛べないよね。直してあげないと。直すもんなんかあんのか。大丈夫、じっとしていて。痛い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 。なんか悲鳴聞こえたぞ。これで大丈夫。でも心配だから連れていくね。あれかな、直すのにちょっと触ったから暴れたのかな。怪我をした小鳥使う。どこで使うんだろう。おやおや、向こうの通路からだ。小鳥が怯えてる。カランコロン、物音がしたということは。はい、閉まりました。通路が。いいよいいよ、飛べない。ダメだよ、逃げちゃ。何か、どこかを表してるのか。ここだよって。大丈夫、怖くないよ。待って。待たんかい。そこに行きたいのか。いいよ。ちょっとちょっと、死にそうな声。怖くないよ、一緒にここから出ようよ。早くこっちへ。あ、なんか危ないフラグ。ほらなあ。れ、百波、あれ、この人百波する人だったの。どのファイルに記録しますか。記録しました。今
お前は満ちた顔をしやがったな。でも今は絶望だ。今から3秒数えてやる。だからさ、逃げてみろよ。そして泣いて叫んで命乞いをしろ。もっと見せろ、絶望の顔を。フロア B6、ザック、3、2、1。あ、死んだ。え、俺結構ダッシュキーと下キーをね、押しっぱなしにしといたんですけども結構シビアなのかな。横に逃げないとダメかな。はいはい、満ちた顔してません。下キーじゃダメなのかな。よし、3、2、1。あ、この瞬間から逃げておけばよかったのか。あ、ザックあそこに挟まってんぞあ、これ詰んだんじゃないか。こっちに逃げちゃダメだったとか。あ、そうか、隠れるってあったね。へいここで遊ぶことができると。あ、やべ、早い3秒以内に右のあそこ行かないとダメか。え、意外と殺すんだねこの頃って。てっきり仲良しさんだと思ってた。3秒間待ってやる結構今すごい早いの見えたね。うおー。で、箱の中にどこかに隠れないと。はい、で、間違ったとこに隠れるとグサーなのかな。あいつどこへ行きやがった。こっちの部屋か。ち、鍵かかってんな。開けちまうか。どっせーい。あ、違うのか破壊で開けるのかと思った。いった。そんな物音立てて大丈夫気づかれない。戻ってこないよね。ふう、一安心。あれに見つかる前にここから出ないと。捕まったら多分ぐっちゃぐっちゃのべっちょべっちょのすごいことされる。エロ同人みたいに。あの小鳥はもう、なんてこった。せっかくの仲間がもうやられてしまった。仇を討たねば。通れるようになってる。あれはここを開けたの。お、光ってるものはない。あ、エレベーター通路管理室。ここで左奥のドアが開くかもしれない。鍵、鍵、どっかに鍵。これがあの上のとこにつながってるのかな。だね。小鳥のとこに行こう。小鳥の腹の中から鍵とかは。小鳥は2つに裂けている。あ、でも奥が通れるようになってるね。せめて埋めてあげたい。おいで、連れて行ってあげる。真っ二つになった小鳥を手に入れた。どこか埋める場所と埋めるものがないかな。あ、なるほど、そこでスコップね。このスコップとこの場所なら埋めてあげられそう。そこに種をまけばきっといい稲が育つよ。隣に三隅のじいさんも埋めよう。違う。何が。この小鳥は違う。こんなのじゃなかった。え、違う小鳥になってんの。こんな姿じゃない。こんなかわいそうじゃない。すり替えられた。そういうわけじゃないのかな。あの小鳥に直してあげないと。あ、裁縫道具か。大丈夫、もう痛くないから。私の小鳥に直してあげる。ぬい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 、バッチンバッチン。治った。よーく見ると縫合されてる。ほら、綺麗にくっついたわね。あとは埋めてあげるだけだ。精神的にちょっと怖いですね、この子。埋めてあげた。これアイテムじゃないですか。何か落ちてる。ん？そういえばさっきお腹から何か落ちた気がしたけど。鍵だ、やったぜ。こんなものを飲み込んでいたんだ。これでエレベーターの管理なんちゃらってところが開くんでないかい。あまり変にうろつくとザックにやられんのか。こっちでガチャン。やつはどこに行ったんだ。床下には細い通路が続いていた。よっこらせいと。ここはエレベーター通路開閉。お、スイッチ押すよ。押すとまた襲われんじゃないか。これでここから出られるといいな。思うじゃん。
まだ大丈夫。じゃあセーブですよ。ナイス。あれ、鍵が閉められてる。つまりこっちで待ち伏せか。カランコロン、嫌な予感。どっか隠れる、行って大丈夫なものか。いない、隠れられない。どこで待ち伏せしてんだ。上からボトン。おや、どっからだ。早く行かなきゃ。わーい。お待たせしました。また出てきた。やっと見つけた。閉めた。さあ鍵は閉めた。最初からこうしときゃよかったんだ。今度は1秒も待ってやらねえよ。よし、左押しっぱ。逃げなきゃ。うおーうおー。お、直線はこっちの方が早い。 あいつまた引っかかってんぞ。やばい、余裕ぶっこいてるぞ。やられる。待ち上がれ。大丈夫、エレベーター閉める速度の方が早い。今の感じだと間に合ってないような気もするけども。お、 B5 地下5階まで来ました。暗いね。よかった、捕まらなかった。あれは何なの。早くここから出なくちゃ。早くセーブしなくちゃ。エレベーターは止まってる。一通なのかな。また出口を探さないと。お、観葉植物。パソコン、電源入れなきゃ。どこで入るかな。予約名簿、時計やペン。ペンも武器になるぞ。おっと、開きました。どなた。待つんだレイチェル。僕だよレイチェル。誰。え、忘れたのかい。ほら、僕が君を診察していたじゃないか。思い出してごらん。僕は君のカウンセリングの先生だったじゃないか。きっと違うんだろうな。こいつは何か騙してるぞ。全部疑っていく。私の診察をしてくれていた先生。どうしたのレイチェル。ほら、僕だよ、ダーニー先生だ。なんか焼却炉に入れてあげたくなる名前。そうだったかな。先生、ダニー先生、私のカウンセリングの先生。この目がボーンってなってんのはあれかな、マインドコントロールを受けてる時の顔かな。ぽやーんと。少し混乱しているね。でも無理もないさ。ここは恐ろしいところだ。でも安心して、僕は確かに君の先生だね。ああ、そうだった。はい、先生。よかった。それに無事だったんだね。ねえ、先生。ここは一体何？あと、私さっき追いかけられたの。あれは何なの？僕も全てのことはわからない。けど、君を追いかけてきたのは、おそらく、殺人鬼だよ。殺人鬼？なんだろうね、ここは。まるでゲームの会場みたいだ。殺人鬼に追われて、捕まればきっと殺される。追われるのは、生贄なんだとさ。先生は、無事だったの？きっとグルだから無事なんだろうな。僕は気がついたらここにいた。ここには僕の他に誰もいないみたいだ。先生、私すごく怖い。レイチェル、怖いのは普通だよ。とにかく一緒に行こう。できることなら僕は君と一緒に生き残りたい。うん、先生。でもそれはできない相談なんだろうな。先生仲間になった？お、ダニー先生仲間になった。怪しい。怪しすぎるぜ。ごそごそ、何か調べられるもんあるか？目の病気に関する。ダニー先生、目おかしいね。なんか怪しいな。
ああ、ここの部品は、備品は古いから、あまり触らないように。君の目に傷でもついたら大変だ。そうか、おベッドがあるぞ、先生。目、疲れてないかい？お昼寝でもする？今、昼なの？ほんとだ。そんなところに気がつくなんて、賢いね、レイチェルは。やたらと目に、執着するね。怪しいぜ、怪しすぎるぜ、先生。俺は、あんたが黒だと疑ってしん、やまないぜ。閉まっているね。確か診療室に鍵があったよ。さっき教えて。椅子の上に鍵。ああ、レイチェル、よく見つけたね。僕は確かそこに座っていたんだよ。先生は逃げなかったの？だって、君がいるからね。それに、君は賢いから、ここまで来れると思ってたんだ。知ってるってことか。ここまで、危険な目に遭うけど、ここまで来れるって。さっきの鍵を使うといいよ。どうしたの？本当に使っていいのか？まあ、廊下の鍵ってあるから、左側じゃなくて、こっちなんだろうな。出口は多分、奥の方にあるんじゃないかな。気をつけて進もうね。怪しすぎるぜ、先生。ダメか。ここの鍵はどこだろうね。先生、その言葉は俺にセーブをしろと言ってるようなもんだぜ。なんだかいくつか部屋があるみたいだね。多分奥の方に出口があると思うから、チラチラ先にそっちを探そう。チラチラ、くそー、奥しか調べさせてくれないんだな。大丈夫、二人でゆっくり過ごせば何かいいことが起こるかもしれない。レイチェルにも僕にとってもいいことがね。ガラスの壁で向こう側に行くことができない。ガラス張り、なんだか君と僕の二人で閉じ込められているようだね。え、じゃあ他の、お、これでこっちの部屋。ああ、ここは個室だね。患者さんの？そう、特別だね。ここはあれかな。お、緊急呼び出しボタン。先生が何かやらかしたフロアなのかな。それを申してるのかな。自分の望みを知っているか、欲望を知っているか。それが本能であるならば、抗う身など無に等しい。なぜならそんな意味すらここにいる君は持たないのだから。ただし望みには対価がいる。ルールは破らぬように。ルール？ここにはきっとルールがあるんだ。例えば、君を襲った奴はここまでは追いかけてこなかった。何かしらの決まりがあるんだろうね。じゃあこの望みって？そう、それは人によって違うだろうね。そうだな、僕なら綺麗な目が欲しいな。僕は片目が良くなくてね。そうか、片側がこうなってるのはそういうわけね。色も嫌いなんだ。レイチェル、君のような目が僕のだったら、それはそれは素敵だろうね。怪しすぎるぜ、先生。囲われたベッド。囲って、逃げないようにして、何かをするんじゃなかろうか。ここは患者さんの病室だね。怖がらなくていいよ、レイチェル。なんてことないベッドがたくさんあるだけさ。本当か？駅が残っている。まあ、あ、落書き。埃をかぶっていて読めない。埃、取らないと。やめておきなさい。目にゴミが入る。必死。それは、きっと患者さんのつまらない弱音のようなものだよ。普通の人間の心の愚痴さ。先生は読めるの？いや、僕は片方の目が良くないから、それを読んでもね。都合の悪いこと書いたのか？でも怒るよ。よしなさい。目に汚れが入ったら大変だ。君は目を大事にしなさい。とても綺麗な目なんだからね。怪しすぎるぜ、先生。他は？ゆっくり過ごせば。これでちょっと戻ってみるか。ハリボテ、引っかいたような傷がある。ん？レイチェル、これが何の傷かわかるかい？ううん。ヒント。この傷をつけたのは患者。さあ、この傷の意味は？わからない。それでいいんだよ。そんな患者のもたらした傷の意味など、君はわからなくていいんだ。ああ、
そういえば奥へ行く鍵は僕が持っていたんだったよ。そろそろ行ってみようか。君とゆっくり過ごすのも楽しかったけれどね。今ダメだ、まだ笑うなって感じなんだろうな先生。どっちだ、こっちかな。じゃあ僕が開けるね。私に使わせないということは何か怪しいぞ。暗いから気をつけて。どこで襲ってくるんだ。手術室。言えた。そうだよレイチェル、よく言えたね。大体の人が手術って言うからね。少し怖い、あと少し噛んだ。怖いなんでそんな。あとレイチェル、君は自分に厳しいんだね。ねえレイチェル、君の目よく見せてくれないか。え、暗いのに。ああレイチェル、本当に綺麗な目だ。なのに恐怖に怯えた目をしてしまって、まるで普通の目のようで僕は悲しい。君の本当に綺麗な目を見たい。この悪夢から目を覚ませば、君の瞳に映るあの青い月のような美しい静けさは戻ってくるのかな。ねえレイチェル、僕はねその瞳のそばで生きていたいんだよ。それが望みか先生。さて少しここで何かないか調べてみようか。僕この辺りに大事なものを置き忘れてしまってね。探さなきゃ。もしかするとレイチェルも心の落ち着きを取り戻すかもしれないよ。本当にあるのか何か。奥の部屋もあるね。何かあるかな。さてどこに置いたかな。あれは我ながら上出来だったのにな。人間の剥製とかそういう系かな。メッツサイエンティス的なこと言ってるからね。レイチェル、奥に行くのかい。そこの廊下暗いから気をつけてね。奥で僕の探しているものがあったら持ってきてくれると嬉しいな。先生は何を探しているの。覚えてないかい。ほら僕を見つめてごらんよ、その綺麗な目で。きっと君なら思い出せるよ。ヒントをあげる。僕の瞳はアレキサンドライト。宝石。なんだろうここ。先生の探し物はここにあるの。グリーン。アレキサンドライトって何色だ。色がかかってんのかな。でもレイチェルの色が好きって言ったから青かな。間違ったものを持っていくとパウチになるのかな。無数の義眼、どれかを持っていく。どれを持っていこう。じゃあ青。本当に合ってるかな。ここでセーブしちゃうと、上書きセーブしちゃうと危なそうだから、セーブは分けておきつつ。培養液。これ目だ、全部青い目。本当に青でよかったのかな、持っていくの。てんてこれ。あはは、レイチェル、これを僕に。もちろん青い目は大好きだよ。君も青い目をしてる。でも僕はこの青はいらないよ。君の目に比べればまがいものだよ、これは。緑かな、じゃあ。青い瞳は君だけでいいんだ。これは大体の人が引っかかるミスリードだな。アレキサンドライトでググればすぐわかりそう。これ。みのりん、これを僕に選んでくれたんだね。レイチェル、もしかすると君の潜在意識に僕はいるのかな。だけどあと一歩足りない。その目で僕をよく見つめて。君のダニー先生だよ。結局最後まで。これもしかしてどれでもないとかそんなことある。ほら先生、これ。レイチェル、素敵な赤い義眼だね。僕はこの色好きなんだよ。だからこの色を選んでくれたのかな。もしかして僕のこと少しは思ってくれてた。でも惜しいね、当たってるけど違うんだ。
これは預かっておくよ。やっぱり全部違うのか。ああ、レイチェル。僕はうっかりしていたよ。僕の義眼があるところには鍵をしていたんだ。そしてその鍵は僕のポケットの中だった。はい、これ。え？僕の目。できれば君に見つけてもらいたいんだ。ね、レイチェル。どこだ？鍵のかかった棚とか？どっかあるかな？お、ここにまだあるか。ここだ。引き出しの鍵を開けて。義眼が入っている。この義眼、二つ目がついてる。レイチェル。先生。ああ、見つけてくれたんだね。それが僕の探していたものだよ。この義眼、先生のなの？そうだよ。そうだよ。ああ、それを見ても君は何も感じない。思い出さない。君は未だに夢の中なんだね。それを貸してくれるかい？それをつけないと、やっぱり僕は調子が出ない。君と僕のためにそれをつけることが必要なんだ。レイチェル。はい。ありがとう、レイチェル。僕は今からこれをつけるから、少し向こうの部屋で待っていてね。逃げちゃ許さないよ。正直に待ってるのか。おかしい。先生はあんな風じゃ。怖い。このままここで待っていて大丈夫なのかな。逃げるんだよ。鍵が。先生が閉めたの。みんな鍵閉めんな。逃げないとダメだ。何かここを開けるもの。さっき先生がいたあたりに何かないかな。ごそごそ。お、バールのようなものではなくバール。これで扉をなんとか。素手じゃ開かない。隙間にこれを差し込んで。どっこらせい。硬い。でも。ふんぬらば。もう少し。開いた。しかし後ろに。レイチェル、どこに行こうとしたんだい？あの、逃げちゃダメだって言ったろ。ここは僕のフロアだよ。このフロア以外に君が逃げたら、僕の手で君をどうにかできなくなるじゃないか。やはりこの部屋の番人というか、そういうやつなんだな。いや、先生。君の生きた目をそばで見続けることが僕の望みだったのに。もうダメだ。仕方ないんだ。君はもう、僕の理想の生きた青い目じゃない。だからレイチェル、その目を僕にちょうだい。うお、目入れんの失敗してますよ。ウラビゴダニー。お、捕まった。離して。離さんかい。離さんかい。終われ。やだやだ。あー、捕まった。先生。ああ、レイチェル、そんな顔をして。やめて、離して。本当に、ただの青い目になってしまったんだね。僕は悲しいよ、レイチェル。ねえ、思い出さないかい？どうして君がここにいるのか、こんな目に遭っているのか。そうすれば、君は君を取り戻すのに。あの素晴らしい目に戻って、僕と共に生きよう、レイチェル。ダメか。お願い、先生。本当にここから出して。レイチェル。それでも、君の目は、今までのどの人間の眼球よりも、ずっと、ずっと美しいよ。離して。私、お父さんとお母さんのところへ帰りたい。レイチェル。大丈夫さ。君はすぐにお父さんとお母さんに会えるよ。あの世でなって意味か？君と
お父さんとお母さんはね、君を地獄で待ってる。赤い月だ。青い月でなく。さあ、レイチェル、眼球を。何をフラッシュバックしてるんだ、これは。レイチェル？青い月になった。何の心情の変化なんだ、これは。レイチェル。レイチェル。ああ、やっぱり君は、なんて素敵な目をするんだ。今すぐ、これを外してあげるよ。さあ、行こう、レイチェル。僕は、なんて幸せなんだ。お前。あ、ザックが、金を破って、下のフロア、上のフロア来ちゃった。イエッ！おいおい、ダニー。なんて幸せそうな声出してやがんだ。我慢できずに、お前を切っちまったじゃねえか。なあ、お嬢ちゃんよ。てめえを追いかけてきたら、とんでもねえことになっちまったな。なあ、行きたいか？なら今すぐ逃げろよ。逃げて、もがけ。希望を抱いてな。そこをぶっ刺してやるよ。あれ、無抵抗。ああ、つまんねえ顔だな。おい、せっかく俺がこうやって刃の先を突きつけてるのに、行きたいとも思わないのか。俺はまともな成人男性だから、お人形さんを切り裂く趣味はねえんだよ。お、また金の目が。あ、緊急アナウンスだ。裏切り者の出現。フロア6の者がフロア5の者を攻撃した。これはルールに反すること。以下、レイチェルに続き、裏切り者が生贄となりました。ザックも生贄になったってことか。ああ、冗談じゃねえな。くそ、逃げるか。下からさせたぜ。そうだ、私は生きてちゃう。生きてちゃう。先生の瞳、もう閉じてて見えない。やったぜ。パリーン。何かぶち破った音が。ザックが活路を開いて、お、ガラスをぶち破ってくれてる。この先はエレベーター広場だけども、開かねえ。叩いてもぶっ壊れねえしよ。だがどうすりゃ。気づかれた。なんだお前、のこのこ現れやがって。どういうつもりだ。あ、借金。あのね、お願いがあるの。あ、お願い。私を殺して。来ました。